ウィッシュリンイクロスディーバーズ TV。 イエーイ、皆さんこんにちは。どうこうこんにちは。はーい、キュルキュルのメインヒロイン、ウィクロスディーバーライブみこみこ役のエリエリこと雪村エリです。エリ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 、ヨウとマシマシ。はい、そしてはーい、ここヤッホーヤッホー、キュルキュルンのキュート担当、ウィクロスディーバーライブまほまほ役のエサエサこと市原エリソです。よろしくお願いします。エサエサキュルキュルンのセクシー担当、ウィクロスディーバーライブゆかやく役の、リセリセこと森友リセです。よろしくお願いします。リセリセ。ということで、皆さんお気づきかと思うんですけれども、私たち即興でですね、はい、先ほど決めてきました、あだ名。覚えてください。エリ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 は分かります。エリエリ、はい、エサエサエサエリサだから、エサエサ、そうエリサでね、かぶっちゃうなって思って。確かに2人ともエリエリなんだ。なるほどね。エサ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 、美味しいよって、ね、でリセ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 です。そう、キュルキュルっぽい、それぞれ担当決めたもん ね。そう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 、私たちはね、もう元々ヒロインだったんだけど、キュルキュルね、そうそうそう、ね、ちょっとね、誰かさんにちょっと譲ってあげたというか、優しいな、ね、そんな感じです。はい、ということで、この番組はですね、トップディーバに最も近いと言われている私たちキュルキュルンの魅力をセレクターの皆さんにお届けする番組です。こらーい、いきなり、いきなり言ってるんですか。何嘘ばっかり言うんじゃないよ。何が言うんじゃ、夏だからかな、ちょっと虫のさえずりが。確かにすごく元気なセミさん、私たちの華麗な戦いが見られるウィクロスディーバーライブ1話は今でもですね、タカラトミーチャンネルにて公開中なので、ぜひみんなキュルキュルンを見てください。華麗な戦いに分かってますか。華麗の意味分かってますか。分かってますか。大活躍するウィクロスディーバーライブ第8話レッツキュルキュルンがタカラトミーチャンネルにて限定公開中です。みんな限定限定見てないって言って。はい、うるさい。はい、はい、ということで、にぎやかなオーディエンスがいますが、早速番組を始めていきましょう。はい、ウィクロスディーバーズ TV 11巻目、せーの、オープン。ということで、番組始まっていきましたが、普通に続けていくのも面白くないから、もうちょっとさっきからうるさいし、バトルで MC の座をかけてみるのはどうかなと思うんだけど。なるほど、エリエリ、そう、エリエリ、確かにさっきから使ってなかったからね、使っていこうと思うよ。エリエリ、そう、あなたたちが勝ったら、MC の座を返してあげる。僕に取り返しましょう。絶対に勝つ。エリエリ、優しい、優しいんだよ、優しさの塊でできてるから、エリー、ね、エリー、そうそうそう、アニメではね、分かったからね。そう絶対勝てるもん。華麗に勝ちましたからね。そうだよ、華麗に勝ちました。オッケー、じゃあ各チーム代表で対戦する人を決めていきたいと思います。はい、どうする。私たちのノーリミットからは、しずくちゃん、私が勝ちに行ってもいいかな。行こう、うん、行く、大丈夫、しずくちゃん、ありがとう。ななちゃん、大丈夫。え、ズミション、この前、私、
う自信満々だと思うから、もう早速いっちゃおうかなって思いますよ。はい、じゃあではではスタッフさん、対戦準備をお願いいたします。はい、バトルフィールドが開かれた音が聞こえたもので、駆けつけました。プロデューサーの山口です。はい、お願いします。もう喧嘩してるんですか？いや、そんなことないよね。各チームともですね、MC の座をかけたウィクロスバトル、合意と見てよろしいでしょうか？はい。いいですか？正々堂々ですよ。正々堂々やっております。はい。今回はですね、デッキの方を私の方で用意いたしましたので、はい、ぜひこちらを使ってみてください。はい、まるであの1話のですね、再現のようなデッキになっていると思いますよ。はい、かつですね、ちょっと今回は特殊ルールといたしまして、はい、ピースカード、1枚にしております。はいはい、自分でちょっと選んでもらいましたのでね、はい、何を使われるのか、はい、あの見る皆さんも楽しみにしてください。はい、お願いします。お願いします。はい、結構な再現度ですからね。はい、見ていただけると皆さんアニメ見返して確認してみてください。結果まで再現するんで。いや、結果まで再現するんで。どうでしょうね。はい、再現率 100% で。じゃあみんなで応援しましょうね。はい、はい。それではですね、はい、MC の座をかけた一本勝負をしたいと思います。はい、じゃあせーのでいきますかね。はい、いきます。せーの、オープン。あー、キルキル、サインだよ。サインだよ、キルキルのサインだよ。サインだよ。キラキラしてる。キラキラしてる。キルキルのサイン入りになってます。サイン入り、嬉しいね。キラ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 だからね。いや、最高に楽しい時間にしようね。ニヤニヤ。そうだね。じゃあ、ニコニコさんが
か、バッサリを。あ、対戦相手のアップ状態のシグに1枚をバニッシュするか、ないからカード1枚引く、うん、カード1枚引きましょう。いきます。では、行くわよ。引いていきます。負けない、絶対に負けない。負けない。行きます。グロー、はい、よーし。そしてどうしようかな、する木村ちゃんの、森友さん、森友さん見ているあの初心者のために今何をしているか、何のフェーズかをあの解説してあげてください。はーい、ゆかゆか解説しまーす。やっちゃってゆかゆか。今はひななちゃんのターンで、はい、何をしようとしてるの？グローしようと思います。いきますよ。それではお願いします。せーの、グロー。うー、はい、グローしました。ということで、あ、そうね、うん、よし、そろそろ早く、あ、来た来た、煽ろうと思った。タイミングの方が煽られる前に置いてやるな。よし、しまった。よし、で、これだよね。じゃあこれのコスト払います。はい、払うので、パワー5000以下のシグに対応パニッシュ。よーい、やー、ではこちらから、あ、当たってもいいですか。うん、何かありますか。どうしよっかな。ではアタックに入る前にエサエサ側がエサエサ魔法の側が、はい、そう、カードを使って防御とかをできるんです。できるじゃん。やだえ、できると思うじゃん、うん、思うじゃん。あれあれじゃん。できると思うじゃん。できなさそうなので、じゃあ、じゃあ、いきます。よし、しといてあげる。じゃあ、こっちからアタック。やばい、いいから受けてあげる。チェックないよ。やばい、あチェック。カード2枚引くよ。ヒラノでアタックします。ガード、はい、おー、あ、見て、ガードミコミコなんだよ。ミコミコー、すごい、キュルキュル、やかましい。やかましい言うな。やかましいって、それだけディレクターさんに押されてるってことで。まあ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 、この絵はね、アニメの1話再現なんで、すいませんけど。タウンエンドで、はい、はい、じゃあ、まずミコミコグローしてくよ。ミクロ、ミコミコお願い。はい、なんだっけ、レベル2だよ。任せて。3階席のあなたまで届けてあげる。すっきゅー、グロー、イエーイ。さすがミコミコ、さすがミコミコです。すごい、素敵だけど褒めちゃう。ちょっとかわいい。聞けて嬉しい。ちょっと払うよ、ちゃんと、はい、そうです。グルグルも優しさでできてる。いや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 、でも優しさと正義でできてますよ。れすごい、王さん王さん、口がお上手です。優しさと正義、これキュルキュルンからほど遠いわ。セレクターのみんなならわかってくれるよね。黒と、はい、あと青払ってきますね。はい、はい、じゃあこのスペルを使います。みこみこ、今日みこみこたくさん喋るよ、うん、このプレイ、セレクターポイントゲットだね。かわいい。はい、というわけで対戦相手の手札を1枚見ないで選んで捨てます。取られたね、そんなになかった。そう、5枚真ん中、真ん中、うん、捨てます。はい、すべてがマホマホに味方してる。すみません、すみません、いけー、いけー、そのシグニと同じレベルのガードを持たないシグニを手札に加えます。1、じゃあ本人にしようかな。マナミ、あのね、アシストルリグをグローしてもいいですよ。グローほらほらほら、そうやって、そうやってね、どうしてだ。今このターン3回ぐらい、もう3回ぐらいこれしてます。これは介入してます
見られてないって思う人なんだった。なるほどね。いつそんなこと言ったね、みこみこ。早く出してもらって、早く出してもらっていいですか。あります。じゃあグローしていくよ。はい、いけー。魔法グローするよ。はい、魔法魔法からのプレゼント、どうぞグロー。うーん、かわいい。いらねー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 。魔法魔法いいよ、魔法魔法いいよ。気合い入れていこう、はい、じゃあ、まほまほじゃじゃんの効果でシグニーを1体マイナス8000するよ。いけ、うん、じゃあ真ん中をマッシュ。いい、はい、うん、ゆかゆかはグローシルか迷ってるよ。ほんと？いきまーす、うん、ねえみんな、どうかしら、グロー。うわゆかゆかいいよ、ゆかゆかいいよ、ゆかゆかいいよ。恥ずかしい。ありがとうございます。ありがとう。本当に。今日はこのスタジオが敵みたいだ。今日敵ですね。敵みたいだ。初戦だね。アニメ再現されてるね。でもアニメ始めはアウェイだったからね。そうそうそう。そうそう。じゃあゆかゆかポーンの効果で3枚見ます。先にデッキの上からカードを3枚見て、で2枚今ピーペーペーレート2枚まで。はい、わーキラキラしてる。ハニートアイスを2枚入れるよ。はーい、このポーズ、ハニートアイス、かわいい。はい、あ、残り1枚はデッキの下に置きます。あ、ごめんなさい、間違え、うっかり。うっかり、かわいい。なんかうっかりが多くない？うっかりって言えば何でも許されると思ってない？かわいい。いいよ、許す許す。ヒラノコはよ。マノミン、マノミン真ん中置くよ。相手の、あ、私のアタックフェーズ開始時に手札を1枚捨ててもよい。そうした場合、対戦相手は手札を1枚捨てるっていうのがあるよ。うん、うん、じゃあ、さっきのハニートー、ハニートアイスを美味しそうな名前ですね。そう、ハニートアイスを置いてくよ。はい、ストップストップ。ハニートアイスのレベルはいくつですか？嘘だよ。アイスくん、大丈夫。お手つき、お手つき。かわいい。もうね、早く出したくてしょうがなかった。今のは市原だったのね。早く見て欲しかったの。じゃあ、あるある。普通に置いてく。ない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 。そんなんで買って嬉しいのって聞こうとしたけど。嬉しいよ。嬉しいよ。私、まほまほなんですけど、ゆかゆかが
でもマホマホの髪型してるんですよ。はい。逆なんですよね。逆です。そうそうそう、ちょっとね、ミコミコはミコミコはミコミコ再現されてる。ミコミコでかわいい。任せるよ、ひろちゃん。ちょっとここはね、間違えないように混乱させてすいません。はい、大丈夫、全員かわいいよ。ありがとうございます。全員かわいいんだよ。あ、こっちを押してます。また決まったの。はい、じゃあタッグしたいなって思いますよ。やでー。嫌なの？やでー。タッグしてこう。私にはアビノちゃんがいるから。あ、これいいんじゃない？あ、あ、いける。あ、なんと、なんと、いける。いける、いける。いけない、すりけない。あ、オッケー、読んで読んで、読んで読んで、読んでから。はい、はい、いきます。はい。怖いけど逃げない。うわー、ありがとうございます。ほら、ぽい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 。さよならえな。さよならのえな。さよならしかない。そして、はい、では対戦相手のパワー1万2000以下のシグニ一体を対象とし、それを手札に戻す。はい、はい、これこれかな。どうする？でも戻ったまた出てきちゃうかな。何のあれがありましたっけ。ない、何もない。あ、ない。じゃあこれを戻す。はい、これも8違うんだっけ。いや、いけるよ。いける。うん。対戦相手のシグニ一体を対象とし、ターン終了時までそれはアタックできないを得る。これかな。そうだね。それで、うん。なんでしょう。はい、よし。で、まあまあ以上です。はい。じゃあ、やばいやばい。ないね。クリア、クリア。手段が足りないってよく言ってる。はい。ない。でも溜まった、溜まった、溜まった。溜めて、溜まった、溜めて、溜めてこ。溜めてこ。じゃあ、していきます。はい、じゃあヒラナをグローします。はい、さあ次は一緒にグロー。はい、いいよ、ヒラナちゃん、素晴らしい。一瞬市原に戻っていいですか。本物だ。やった。かわいい。次はキラキラに戻ります。戻ってもいいのに。よし、そしたら出現時効果があるので現時効果はカードを1枚引き、はい、エナチャージを1。はい、おい、あった、おい、あった、サバの落ちた。おい、役が良かったね。役が良かったな。よし、ゴーンの遠球使います。ここ、これもここ。はい、そうしましょう。これはこっちだね。真ん中バニッシュ、真ん中バニッシュ。はい、エナが増えた。エナ増えた、エナ増えた、エナ増えた。やった、エナ増えた。はい、お、ここまで出せるのか。出せるよ、7までいけるんだよ。いける。うん、はい、どっちも使えないけど。おー、はい、エナが足りないね。足りないよ、ワニのジャム。エナ足りないの、かわいそうだね。かわいそう。ではアタック、あ、そうだ、アタックペイね。謝った。あ、私出た。あ、大丈夫です。よかった。じゃあ、ゆかゆかレベル2。はい、いきます。ノーリミット、調子に乗ってんじゃないよ、グロー。喧嘩を手伝える。いや、そんなことを言っていられるのは今のうちだから。そうだよ、ね、強気ですね。強気だな。じゃあ、ここからアタック、アタック、チェック、ない、ない、アタック、チェック、ない、アタック、サーバント。ガードされちゃいます。ガードガード。え、でも心の準備できてた今、ちゃんとされる準備できてた。はい、で、終わりかな。ターンエンド、いただきます。マホマホのターン、いただきますって言っちゃった。マホマホのターン、イエーイ。ドローするよ。はい、すごいイケボ出た。すごいイケボ出た。ミコミコのこと嫌い、グロー。イエーイ。
早く出してもらって出現時効果を使ってください。出現時効果、対戦相手が手札を1枚捨てない限り、私はカードを2枚引けます。捨てる？え、いいじゃん。でも使えないから、ほいほー、捨てる？ほいほー、ほいほー、ね、うん、捨てるのはこっち。でれーん、ハニーコイス、キラキラー、キラキラー。じゃあハニーコイス、もうこの追いか時点でアタックフェーズ効果出しちゃいますね。ほい、はい。アタックフェーズ開始時、各プレイヤーはカード1枚引きます。はい、私も引いていい？まず1枚目の効果から処理していきますね。はい、1枚引く。あ、で、で、うん、ひーらーなちゃん手札見せて。やだあはは、けど拒否権はないよ。出なさー、出ない。これ1枚ずつの処理で大丈夫でしたか？合ってます。2回やってください、同じの。へえ、手札そういう感じなんだ。え、俺が一番大切？全部大切だよねえ。じゃあ何が一番捨てたくないの？全部捨てたくないよね。全部捨てたくないよ。じゃあ捨てる、捨てて。あ、でも、いらないから別にあれなのか。あ、でも、怖いから捨てる。いや、確かに、いらない。捨てとこ。ぽい。天の声、なんかある？デッキの下に置きます。デッキの下に置きましたか。はい、じゃあもう1枚の方も処理するよ。うん、じゃあまた、はい、同じ、いきます。はい、うん、で、手札見せてやだ拒否はないんだね。ロメル、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 ポイポイしてください。ポイポイ、敵の一番近くだよ。2枚になっちゃった。ちょっと2枚かわいそう、かわいそう。カードハニーとアイスでアタック。エナが増えてく。やった、おいしい、おいしい。ポジティブアタック。やったやったやった。アップ状態のシグに行ったよ、バニッシュ。おりません。エナチャージ、エナチャージ、エナチャージ、美味しい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 。順番が最高だった。じゃあ、みこさんアタックするんだけど、アタックの時に対戦相手の手札が3枚以下、はい、2枚あればいい。私カード引けます。いいじゃん、すごい。キレキレはあれですね、こんなにカード持ってても6、7、8枚あるね。8枚あるね。とりあえずアタックするよ。はい、こい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 。あ、なに？あなたのトラッシュからガードを持たないシグに1枚を対象とし、それを手札に加えるか場に出す。あ、場に出せちゃう。まあまあ、場には出さなくてもって感じでは。それがいいかな。いっぱいあるよ。いっぱいあるね。ガード以外だから。はい、今何しましたっけ？まあ、このライフマークの効果で1枚もらってきました。トラッシュから拾ってきました。はい、はい、はい。じゃあ、3エンドかな。はい、3エンド、はい、いくぞ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 。やっ、わかった。じゃあ、エナチャージはしません。お、しなくていいの？しなくていいもん。そして、レイちゃん、はい、いきましょう。うん、あ、そうだった。1枚してるね。すごい、気抜いてた。うん、頑張れ、改めて頑張れ、はい、にゃんにゃん、すいません、許してください、お願いします。うん、思い切りやりなさい、クロー。りんちゃん、いけたかな、いけたかな。どこの子だったよ。じゃあ、おめでとう。2枚いきます。2枚見ないでラビッチさせる。はい、さっき捨てたばっ
かなのに。1枚ずつ選ぼっか。じゃあ、あ、オッケー。じゃあ、うん、こっちから3番目。じゃあこれとこれも、左から3番目でそれです。本当に本当に、うん、え、なんで、あー、やったー、いいね、いいね。またひらなちゃん、やったやったやったおー、いやー、強強だね、強強だね。これはまだいい、じゃあ、もし、あの、効果を処理するときは順番にしてください。あ、じゃあ、これからいきましょうか、うん、これは捨てて、うん、じゃあ、これは捨てて、対戦相手のパワー5000以下のシグに一旦オバニッシュ、うん、はい、うん、うん、じゃあ、これとこれを、うん、しましたね、して、うん、うん、キス使おう、使おう、うん、今なの、本当、え、今だよね、うん、うん使いますよ、使いますよ。はい、じゃあ使います、ビーツ使います、はい、グローリーグロー、おー、やばい、う、頭がはい、これは発動って言って、よし、うん、アニメ再現して、再現して、うん、ビーツ発動、グローリーグロー、はい、うん、いいよ、はい、あなたのレベル3のルリグ1体を対象とし、うん、ターン終了時までそれは以下の能力を得ます、うん、ダブルクラッシュ、アタックによるダメージでライフクロスを2枚クラッシュする、うん、対戦相手はガードができない。2つを手に入れました、はい、はい、ガード不可ということで、なんそんな能力やばい、一話の流れになってきた、一話の流れになってきた、ね、はい、ガードいっぱい、ちょっと待ってね、でもさ、ちょっと待ってね、今ピース使いましたね、はい、けど、ここはちょっとアニメのようにはいかないので、え、なんで、ケルケルにちょっと頑張って、なんで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 、でもさ、でもさ、ダブルクラッシュで最後ってとどめさせないじゃん、確か、まあまあ落ち着いて、まあまあ落ち着いて落ち着いて、焦らない焦らない、まあ、アニメではうちら油断してピース使わなかったけど、今日はピース1枚あるから、あるよね、買っちゃうよ、ノーリミット聞いてないで、いけよ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、でも瞬間のもう一度お願いします、どこからやり直せばいい、結構最初の方からピース持って、ピース使わなかったけど臭いから甘たい、面白いからいいよ、ピース使わなかったけど、あ、アニメでは使わなかったけど、ピース今日は使っちゃうよ、使っちゃう、長い長い長い、なんとこのピースは相手がピースを使った時に使えるピースなんです、はい、これキルキル限定のピースなんですけど、うんうん、このピースは対戦相手がチームピースを使用する際にカットインして使用できる、だから今チームピースだったのでカットインして使いました、うん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 、で使用効果はですね2つあって、うん、1つはカードを1枚っていうのがあるんですけど、もう1個の方を使います、はい、イケイ、チームを持つ対戦相手のピース1枚を対象とし、その効果を打ち消す、ねえ、待って待って待って、いいよ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 、はい、あの、わかりました、スタッフさんが今回ピース1枚までって言った理由が今これでわかりました、すべて仕組まれていました、私仕組まれていました、クリオスティリーバスいっぱい買うから勝たせて、お願い、ひどい、アニメでも1枚しか使ってないから、ひどいよアニメでもピース使ってないから、何が特別ルールだよ、ひどいよ、泣かないで、泣かないで、だって泣かないで、はい、ということでグローリーグローバー無効になります、グローリーグローバー、私たち最初から手のひらの上で遊ばれてたんだよ、スタウンさんに、これが大人だよニコニコのセリフがこんな感じなの、これがキュルキュルーンの力だと思うだと思うの力だと思う、アニメではね
そう、キュルキュルンスタッフさんにこうやって操られてましたから。すみません、くれてってすごいやってたから。本当だから。どちらがいいですか？アタックフェイズですかね。はい、アタックフェイズ。はい、アタックフェイズ。どっちから行く？いやいや、これそっちから、あの当てられる方から。真ん中だけはね、通りますね。これ1万3000円だから、いける。あ、こっちから行ったらあれ出ちゃうから。あ、そういうことか。じゃあ、うん、じゃあこれから、これ1万3000円です。うん、こんな感じの効果で。あ、そっか。はーい、ダック。うーん、何とも。うーん、こっちじゃないもんね。そうだね。ダック、チェック。おい、あるよ。カード2枚引くか、トランシュから、ガードを持たない一軍を手札に加えるよ。加えよっかな、じゃあ。いや、これちょっと、うん、やばい。頑張って、頑張ろう。負けた。はい、これかな。そうだね、ガードできちゃうんだな。ふかじゃないから。どうする、本当に。本当にもう3エンド。ありがとうございます。よし、忘れないよ。アップ、いけいけい。はい、とどめさせる。引きます。とどめさしちゃうよ。うちらの力味わってみてね。下の出る効果も使ってください、はい、出現時効果は対戦相手の主軍に一旦の対象とし、ターン終了時までそのパワーを私の手札1枚につきマイナス3000しまう。計算強くない？計算問題。4567枚かける3000。え、2万1000。え、強い。すごい。でもまあ1体だけだから。でも大体の主軍には倒せるね。確かに。じゃあカニトわかんない。お腹ついちゃった。見せなくていいんですか？カニト見たいの？カニト見せるだけ見せるね。出してください。はい、出してください。はい、かわいい。出してください。出すだけの簡単な作業だよね。ペッておけば終わるんだけど。カンネ出すね。カンネ出します。聞く耳を持たない。聞く耳を持たない。カンネ出して、うん、通常時効果で4枚以上あるので、このシグにはパワープラス3000とシャドウスペルを得ます。スペルによって倒されません、うん、はい、じゃあアタックフェーズ。あ、ちょっと待って。ないない。最後にニコミコ の能力を使ってください。これによって勝てる可能性がすごく上がる。忘れてたね。やだやだ。ニコちゃん、そんな能力持ってたの？待ってよ。普通に忘れてた。ごめんなさいよ。ゲーム1使います。はい、変わんないから別に。対戦相手の手札を見て1枚選び、ゲームから除外します。しかもこれ強い。これでガード持ってればガードも除外できちゃうので。すごい。でもガード持ってないみたい。持ってないよ。本当にクロケルンがここに嫌がらせをしてるみたいな。なんだこと。ないよ。やっぱないけど、このデッキは嫌がらせしやすい。このターンで終わるし。うわー、かっこいい。かっこいい。できないのでいいよ。じゃあトレッドにしようかな。トレッドしてる。除外だ。除外です。除外なんで、どうか置いててください。除外で、で、やり直したことないかな。ないと思う。じゃあ、またアタックフェーズの効果を発動します。うん、いい。アタックフェーズ開始時1枚捨てても良い。そうした場合、対戦相手は手札1枚捨てる。1枚になっちゃった。なんかね、タイルをね やっていこうかな。よしよし。以上、コミットいらないってことかな。アタックフェーズ開始時、各プレイヤーカードを1枚引く。あ、引いちゃうんだこれ。そう、これでね、ガードを引いちゃうときついかも。なるほど。引けますように。キナナちゃんの気持ちよさ。でもこれやらないことはできないですよね。これはやらなきゃいけない。じゃあやりましょう。では両方引いてください。いい引きかな。どう？お、この笑顔わかんないぞ。まあ、どっち？どの顔？お願い。見せなきゃいけない。お願い。じゃあ引いた上で手札を見せて。いいの？
なを見て、うん、いいの、うん、本当に、うん、そっか、そうだったな、見ないといけないの、見ないといけない、へぇー、ガードないんだ、ないんだ、悔しい、かわいそう、かわいそう、一体何のために引かせるんだっけ、何のために引かせたんだ、じゃあもう、あとはないからどっちでもいいから適当に捨てていいよ、ねぇ、そうだな、いいよね、どっちも買わないからこっち捨てよ、はい、はい、じゃあ、アタックしていくよ、うん、やだ、諦めなければ限界なんてないんだから、かっこいい、そうだわ、声小さくない、そうだよね、大丈夫ですよ、いいですか、アタックします、はい、じゃあもう、あ、でもそっか、あれもあるもんね、一応ね、一応じゃあ、ここからいきますね、はい、はい、はい、パンネでアップ、ちゃんと開けるちゃんと開けるねえ、ね、そしていけいけ、ナナミだ、ある、お、ある、ある、まあ、けど、うん、あなたのトラッシュからガードを持たないシグに1体を対象とし手札に戻すか場に出す、もう場に出しても意味ないね、うん、けど出してください、でも出すね、でも出すね、そうだね、なんかある、あー、かわいい、あー、かわいい、活躍させてあげられなかったから出したと思って、そういうの大事だ、いや、最後かっこよく決めちゃってください、いけいけ、じゃあ3人で一緒にアタックする、オッケー、じゃあせーの、アタック、次はあるよ、大丈夫大丈夫、諦めなければ限界なんてないんでしょ、ノリミコも頑張ったよ、ね、あのセレクターさー、ね、今回ね、うん、そう、私たちのせいじゃない、私たちもすごい精一杯頑張ったもん、そうそうだよ、そうそうそう、なんかアニメでね譲ってくれたって言うから、うん、じゃあまあ今回ぐらいは譲ってあげようかなーってね、はい、ということでキュルキュルの勝利です、ダメだ、大変だね、もうダメだ、 LOV しないとLOV やってもらっていいですか、そうですね、見たい、はい、見たいな、動きもつけてね、そう、 LOVE キュルキュルって一緒にやるんだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、カメラさんお願いします、お願いします、嬉しい、すごい引きずり込まれた、はい、それではですね、MC の座をかけた一本勝負は見事、キュルキュルの勝利です、イエーイ、はい、ということで、公約通りですね、はい、LOV、キュルキュルやっていただいて、お二人にはちょっと去っていただければ、カットはできませんか、カットできません、できません、はい、合図も自分たちでお願いします、どうぞ、まるで地獄のようだ、頑張ろう、行くわよ、はい、せーの、 LOVE キュル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 、あー、よくできました、しめるの、まあ、大変かな、まだもっとね、やってあげたいけど尺の問題があるので、お帰りください、お帰りください、はい、早いとこで D-Buzz TV11 ターン目そろそろお別れのお時間となってしまいました、早い、あっという間でした、ね、まあ、でもこれからもずっときっとキュルキュルンが MC になると思いますので、ね、勝ったからね、はい、ということで明るく終わらせていきますよ、はい、最後にお知らせです、はい、
キュルキュルーンの3人が目印のディーバーライブと連動した拡張パック第5弾キュリオシティディーバは8月28日土曜日発売予定です、うん、原点にして頂点トマやピルルクなどセレクターシリーズのルリグたちがディーバの姿になって登場するディーバーデビューデッキホワイトホープと拡張パックウェルカムパックディーバーセレクターは10月30日土曜日発売予定です。楽しみ楽しみ、これは、はいはい、続いてのお知らせです。なんと次回のウィクロスディーバーライブトライはキュルキュルーンを描いたお話が掲載されます。はい、こちらはぜひウィクロス公式ホームページをチェックしてくださいね。楽しみです。楽しみ、めっちゃ楽しみ、まだまだ続きます。 お知らせです、はい、キュルキュルーンも大好きなハニトー、ハニトー、はい、ハニトーといえばそうパセラー、パセラー、うんうん、おうおう、なんと期間限定のウィクロスコラボが決定しました。うわー、すごくない、すごい、すごくない、これはね、キュルキュルーンが主人公と言ってでも過言ではないぐらい、もういろんなところでコラボしてますね。なんかアニメでもね、キュルキュルーンが食べてた、うん、カラオケのなんかね、端っこにハニトーらしきものがあったりして ね、再現できちゃうんじゃないでしょうか、皆さんには ね、詳細はこちらに書いてある内容の通りです。ディーバたちをイメージしたフードやドリンクが楽しめるだけではなく、可愛い PR カードも手に入るようなので、ぜひゲットしてみてくださいね。そして最後のお知らせです、はい、こちら楽曲出来上がりました。やったですね、永遠不滅キュルキュルーンです。タカラトミーチャンネルにて楽曲の動画がアップされます。これこの後だそうですよ。この後聞けちゃうんですか、はい、そうなんです。ぜひ聞いてほしい。はい、楽曲どうでした、実際聞いてみて。楽曲、これ聞いちゃいます、ね、聞いちゃいます、せっかくなんで、せっかくなんで、はい、ね、これはだってもうキュルキュルンってすごく可愛いじゃないですか、可愛い可愛い、だからもうそれにぴったり合った、もうすごい王道なアイドルソングみたいな感じになってます。エサエサはどうだった。エサエサはあのここまで言っていいか分かんないんですけど、こうキュルキュルンのデッキとかカードとかをしっかり見てくれてるキルキル新演隊のみんなが、この言葉知ってるみたいな思うとこがたくさんあると思う。なるほど、ね、だからアニメのキルキルの出番を見返してから聞くのもありかもしれない。なるほど、確かに超かわいい、見てみては、そう、なんかキュルキュルーンってメインヒロインだから、そう、この曲ってすごいなんか掛け声とかもあって、ね、ライブとかやったらすごい楽しそうだなって。そうだよね、キュルキュルーンがメインステージで、カラオケでさ、そうそうそう、カラオケで歌っててもなんかみんながあいの手をさ入れてくれたりして、そうだね、そうパセラでね、ハニートを食べながら、いいじゃん、この曲いいなってすごい思った。やばいと思う、あ、そうだそうだ、いいこと思いついた、うん、あのさ、さっきさ出てきてくれたさ、キュルキュルーン親衛隊いるじゃん、うん、いたいた、それにさちょっとさ前座、前座をしてもらったりとかしてさ、確かに確かに、そしたら盛り上がると思うね、キュルキュルーン親衛隊、親衛隊いるの、声を出してごらん、ん、元気ないの、喋る機会も、喋る機会も与えとるね、喋らないんかい、サイレントで笑ってらっしゃるな、なんだよなんだよなんだよ、まあいいけどさ、さすがメイン MC でございます。そうですよ、素晴らしいと思います、まあ、いいや、心の底からすごく喜んでいます。よかったですね、ありがとうございます。ね、この後タカラトミーチャンネルで、ね、アップされるんで、はい、楽しみにしていただければと思います、はい、ぜひぜひ皆さん見てください、はい、ということで本当にお別れのお時間となってしまいました。早いね、エサエサ、トリセリセどうだった、エサエサは自分で慣れてないじゃん慣れてないよ慣れない ね、慣れていきましょう、これから ね、メイン MC ですから、そういやでも無事ね、無事もうアニメをね覆して勝つことができて、晴れてメイン MC 決定ということで、ありがとうございます。めでたい ね、これからも精一杯頑張っていきたいと思いますし、今回も本当に実感したのが、こう新しくいっぱいお知らせができて、こんなにキルキルーンが活躍できる場を用意していただいたのは、もうセレクターの皆さんの応援のおかげですし、もちろん運営のね、ウィクロスチームさんのご声もあるんですけど、本当に皆様ありがとうございますっていうのをすごい言いたかったです。
ありがとうございます。真面目だ。真面目だよ。はい、キルキルに戻んなきゃ。でもこれからも MC 頑張ります。頑張ります。はい、そうキュルキュルーンが最初に1話でね、コテンパンにキュンってやられちゃってから、なんかまさかキュルキュルーンのカードが出て、ね、出て、で楽曲も出て、メイン MC もできて、すごい全部、ね、本当に皆さんのキュルキュルーン親衛隊のおかげだと思っております。この後も楽曲が公開されるということで、本当に楽しみですね。めっちゃ楽しみです。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでキュルキュルキュル、はい、キュルキュルのメインヒロイン、エリエリミコミコ役のエリエリこと雪村エリです。わかんなかった。ありがとうございます。いや、本当にあのバトルをね、近場で見たのがすごい初めてだったので、うん、はい、エリエリすごくやってないのにドキドキしてた。すごい応援してくれた。いや、本当にね、エサエサがすごい頑張ってくれて、見事勝利を達することができました。ありがとうございました。ということで、あの曲のね、永遠不滅キュルキュルン、本当に可愛い楽曲になっていて、私も全力でね、もう可愛さ 100% で歌わせていただきましたので、皆さんも聴いてくださったら嬉しいです。親衛隊のみんなもたくさん聴くんだよ。聴くんだよ、聴くんだよ。ライブで相手してもらうから練習しといてね。練習しといてね。ということで、ご覧の皆さんもね、ぜひぜひたくさん聴いてください。はい、はい、ということで以上となります。はい、あ、しょうがない、うん、これも聴かなきゃいけないんだった。うんうん、ノーリミットのみんな、どうだったんだい。キュルキュルンは可愛いねっていう言葉から始めていただいて、あ、そうですね、お願いします。キュルキュルンのいいところから始めていただいて、まあ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 、今回はね、もうね、敵ながら、敵な、ライバルながらね、曲も出るということで、うん、すごく素晴らしいなと思います。まあ、キュルキュルンもね、うん、可愛いし、うん、思ってる。すごくね、優しさと正義でできてる、すごい心こもってなくない。いいチームだなって思いますけど、まあまあまあ、今回はね、うん、私たち対、うん、ノーリミット対キュルキュルンっていうよりかは、うん、ノーリミット対山口プロデューサーでした。いや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 、あれ、大丈夫大丈夫、大人になって諦めなければ限界なんてないんでしょ。悔しいけど、ハニトンは食べに行く。ありがとう。ということで、最後にいつもの挨拶でお別れしたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。ここまでのお相手はキルキルンのメインヒロイン、ミコミコ役ゆエリエリこと雪村エリとキルキルンのキュート担当、マホマホ役のエサエサこと市原エリサと、キルキルンのセクシー担当、ゆかゆか森友理性がお送りしました。はい、行きますよ。せーの、ターン。